はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は、キャプテン翼、ゼロ君のミラクルシュートの動画撮ろうと思いますということでね、久しぶりに、タイトル画面からね来まして、まあちょっとね、今他のね他のまあ YouTube やってる方のねライブ配信を見て、まあちょっとあることを知って、動画撮り始めたんですが、まあこれねメンテ明けなんですが、いやね、ちょっとねそっかーっていうね、これだけねちょっと長くやってたゲームがね、こうなるの実はちょっと初かな多分ということで、ね、ちょっとね、まあ、何が起きたかというと、はい、メンテ明けなんですが、これですね、重要なお知らせということで、ね、運営サービス終了のお知らせということですね。まあ、ちょっと読んでみるか。キャプゼロ運営チームです。キャプテン翼ゼロ、キメロミラクルシュートをご利用いただき誠にありがとうございます。2022年6月29日水曜日、14時をもちまして、キャプテン翼ゼロ、キメロミラクルシュートはサービス終了の、サービスの提供を終了させていただくこととなりました。サービス開始以降、より良いサービスを提供できるよう日々尽力してまいりましたが、今後お客様に満足、ご満足いただけるサービスの提供が困難であるという結論に至りましたため、サービス終了の決定をいたしました。これまでお楽しみいただいておりましたお客様には、深くお礼申し上げますということでね。終わっちゃったかーっていうね。サービス終了までのスケジュール、サービス終了に関するお知らせというのが、まあ、本告知だよと、22年の4月27日の9時に、お知らせをいたしますと。で、優勝虹玉及び優勝アイテムの販売停止、本告知と同時ということで、22年4月27日、?2022 年の4月27日の、21時で、アイテムは、まあ、販売停止ですよと。で、現在所持している優勝無償玉はサービス終了時まで引き続きご利用いただけます。で、サービスの終了自体は、2022年6月29日の14時。払い戻し受付6月29日の14時から、22年の8月29日の14時。申し出方法やその他の詳細についても22年6月29日の14時に案内、ご案内させていただきますということらしいですね。各種お問い合わせの際に、お客様のデータ確認を行う必要があるため、優勝虹玉の払い戻し対応が完了するまでアプリの削除や機種変更に伴うアプリの再インストールはお控えください。これまでキャプテン翼ゼロ、キメロミラクルシュートのサービスを提供させていただくことができましたのは、お客様のご支援によるものです。開発運営チーム一同この場をお借りし、心よりお礼申し上げます。誠にありがとうございました。キャプテン翼ゼロ、キメロミラクルシュート開発運営チームということでね。はい、まあ2018年から、続いておりましたが、終わってしまうようですね。まあね、まだ2ヶ月一応あるんでね。何かしらちょっと、せっかくね、長く遊んでたものだし、動画がね、撮れればいいかなと思うんですが、なるほど。まあでも、まあとりあえずね、今回は、メンテの終了、お知らせね、いつも通り見ていきましょう。はい、まあ優勝、限定の UR 復刻ステップアップガチャがありますよと、あれでも優勝の石もう買えないんだから今持ってない人無理でしょっていう話だけどね。ああで優勝以外、優勝じゃない UR 復刻ステップアップガチャもあるのか。なるほどなるほど。で、ジュニアユース以上オールスターガチャ、中学生オールスターガチャ、小学生オールスターガチャ、もこれもしかしてあれかな、今までのキャラ全部手に入るのかな。どれかのガチャを回せば手に入るのかもしれないね、これは。そして、世界の強豪たち、再開催サッカー格闘技と、必殺シュート各種ということで、先行雷獣、竜の方向、フルメタルファントム、ハイスピードトルネード、スカイアルファ、来てますね。ハイスピードトルネード、スカイアルファ、やっぱ、技名が異様に長いよね、こうしてみると。なるほどね。
まああれかな、この辺の技が出始めた時ってちょっと終わり決まってたのかな、もしかして。結構急ぎ足で出してる感じあったもんね。まだかなり先のはずだからね、フルメタルハントムやら、ハイスピードトルネードスカイアルファやら。ライジングサンなので、でもね、そういう意味ではね、顔面ヒールリフトの石崎くんを出してくれたのはね、結構、嬉しかったし、それを引いたのはね、正解だったね、こうなってみると。そうなんだよね、顔面ヒールリフトも、ライジングサンのね、ドイツ戦で出てきたやつなんだけど、あの辺のね、エピソードは意外と好きだったので、まあ引いちゃったって話なんだけど、まあ、結果的にはね、出してくれてありがとうだったな。で、ランキングマッチが、やりますよと。そして、メインシナリオ消費体力ゼロ。サブシナリオバッチマッチ育成試合調整、挑戦試合強化合成で、まあそこまでの、挑戦試合までの、消費体力がゼロ。そして強化合成で調整効率 100%。SP ショップ商品追加。SP ショップの商品追加はでも、あれじゃないの、優勝の石買えないんだから意味なくないの。あれ違う商品が増えてんのかな、まあいいや。で、石崎バースデーとか、超ゼロ祭りとかは、終わりましたよという感じですね。で、不具合の修正があって、お詫びに、虹玉が300くれたよと。なるほど、なるほど。次回メンテナンス5月11日を予定しておりますということで、まあサービス終了は決まったけど、まだメンテナンスをね、ちゃんとやるってことは、もしかしたら期間終了までに、ね、何か出してくれる可能性もあるのかな、これは。ちょっとわかんないけどね、そこは。これでわかったろ。この試合、君たちがイタリアゴールを割ることは 100% 不可能ということがな。はい、という感じでね、ちょっとね、突然の終了告知でね、まあ突然のと言いつつね、あれこれあれか、無料の石の回収もできないのか。SP ショップの、商品追加っていうのは何だろう。どれが増えてるかはよくわからんな。まあなんかね、優勝玉、半端に44あるけど、これなんか使い道あるかな。なるほどね。UR ステップアップ。これが優勝限定ってやつだね。そして、優勝限定でない、UR のね、復刻ステップアップガチャもありますよと。サンパウロ翼とかね、ナトレーザに関して至ってはね、SR も UR も一個も持ってないからね、俺の場合。そっか、何が入ってんだろう。あ、UR はここまでか。石崎くんまでだね。ワンダーボーイ、ナトレーザ、希望の架け橋、大空翼、バレンタイン、三杉くんですね。で、ユベントス・ヒューが、ヘルナンデスのミラノのやつか。で、フラメンゴ・サンターナと、奇跡のストライカー、カルハインツ・シュナイダー、ドリブルのやつか。で、サンパウロ・レジェンドの、伝説のエース・ロベルトと、サッカー王・ナトレーザー、神風翼、この初期の UR ね。あれか。代表ユニの、ミサキくんがね、ちょっと復刻するんだったらって思ったんだけど、代表ユニは別なの、別っていうかいないのか。代表ユニのミサキくんね、ちょっと待って。持ってない選手を確認する方法もね、なんか、未だにこのね、同盟、これじゃねえや。同盟選手からしかね、確認できないっていうのもね、なんか不便な機能だなとは思ってたんだけど、最後まで修正されることはなかったね。なんか選手名鑑がやっぱ欲しいんだよね。持ってる選手、持ってない選手が一覧で見れるやつ。そういうのはね、ちょっと実装されずに終わってしまいましたが、まあ代表ユニのね、三崎くんがちょっと、俺は、持ってないので、欲しかったかなとかね、いうところはあるんだけどね。総合コネクト、日本選手全能力ね、プラス 20% だったりとか、まあその辺もあって、かなりね、欲しかったんだけど、なんかその前に引いちゃったからね、しなかったんだよね、確か俺。この代表岬の時、無限の可能性っていう
無限の可能性、なんかね、これ立花兄弟と一緒に来たんだっけ、その辺もなんかちょっと曖昧なんだけど、っていうかあれか、この翼の直後に来たのかな、遥かなる頂きへで代表ユニに翼が来た後に美咲くんが、UR 来たのかな、確か順番的には。そんな感じでね、ちょっと美咲くんはね、俺取れてなかったので、代表ユニの美咲くんね、取れるなら、取りたかったかなとかね、思うんですが、今回の UR 復刻にはちょっと含まれてないみたいですね。今回ないともうおそらく手に入るチャンスない気もしなくはないけど。そうかそうか。で、ジュニアユース以上オールスターガチャっていうのがあったり、あ、しかも1日1回無料なんだ。中学生のオールスターガチャもある。で、小学生もオールスターガチャがありますよと。なるほどね。はいはいはい、そんな感じか。ちょっとね、レアガチャは、レアガチャがね、めちゃめちゃチケット余ってんだけど、これもね、ちょっと使い道ないまま終わっちゃうのかっていう寂しさはあるよね。もうむしろ最後なんだし、あのレアガチャに、あの新しめのね、キャラも突っ込んでくれてもよかったのになっていう感じはありますけどね。おそらくね、これね、578年とかね、動画にしてもいいんだけど、それをやっても別に欲しい選手が残念ながらそもそも含まれてないっていうところがあってね。だからさ、あ、こっちそんなにあった？ 1600 枚も。まあ、50枚で1回だから、30連はできるのかな？ 30 連っていうか、まあ30回だね、単発だから。そうか、ちょっとボーナスチケットとかレアガチャの中身、完全に終わっちゃう前にちょっと変えてくれたら記念に引くのになっていう感じかな。まあ UR のステップアップとかもね、どうせもう最後だし引いちゃってもいいかと思いきや、思いつつね、あの5月11日にメンテがあるということは、なんかもうちょっとね、あの代表ユニのガチャとか来る可能性がゼロではないから、あと62日って期間になってるしね、これ毎日あれかな、こっちの3つに関しては無料でサービス終了最後まで、毎日無料で引かせてくれる感じなのかな。それならそれで、まあちょっと終了ギリギリまで楽しめるのかなというか、楽しませてくれるのかな感はあるけどね。どうせならこれも1回無料があったらすげえ良かったけどって、さすがにそこまではあれか。という感じですかね。なるほど、ついに終わってしまうのか。いや、いろいろあったね、キャプツバも。いや、いろいろあったよ。そうだよね。お、なんか結構へそくりも溜まってたね、よく見たら。なるほどね。さて、まあサービス終了までをね、どう過ごしていくかっていうのはまたちょっとね、一応ね2ヶ月近くあるので、2ヶ月近くあるし、まだね、あの何度かメンテもあるみたいなので、何かね、もうちょっと終わっちゃうけど出し切ってないキャラやらガチャやらあれば追加もあるかもしれないから、ちょっと一旦ね、石もね様子見で持っておこうかとは思いますが、まあ1日1回無料のやつはね、これ30連して今回は一旦締めましょうか。というわけで、まあ小学生オールスターガチャから、順番にね引いていきましょう。いきます。さあ、ドライブくんの？おや？誰が来る？ここでドライブシュート来るとは思ってなかったんだけど、誰が来るんだ？確定枠から？おっと？お！よろしく。武蔵FC。ミスギくん、俺持ってなかったんだ。へー。
なんと、あ、これ持ってないわ、確かに。バックステップジャンピングシュート。ほー。あーでもちょっとね、戦力アップにはならんだろうけど、初ゲットは嬉しいよねっていうか、もう戦力とかあんま関係ないので、普通に初ゲット嬉しいね。もう終了だと思えば。俺の場合ね、結構ね、持ってない選手いるのでね。さあ、最後の確定枠の方は、あーさすがにそこはね、高杉くんですね。はい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 。軟骨ディフェンダーか。武蔵 FC、完成されたね、天才、三杉純。ミッドフィルダーディフェンス、小学生の全能力 35%。あれこれ。あ、あれかな、なんか超、なんだっけ。小学生の、小学生のなんか超激戦なんとかみたいなシリーズの、あ、そうだね、カテゴリーに超激戦って入ってたわ。あ、超激戦見すぎね。あ、なるほど、これは多分普通に当たりだね。この小学生王者翼とかプロ目指して若林とかそれ系のシリーズの見すぎくんだね、今のは。あ、オッケーオッケー、まさか一発目からドライブ出ると思わなかった。さあ、じゃあ中学生編の方も行きましょう。行け。いや、終了発表しながら楽しませてくれるじゃないか、まだまだ。ドライブ連発はちょっと笑うな。そうか、そんなに持ってなかったか、いろいろ。ほう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 、超激戦見すぎに続いて何が来る。さあ、これは確定枠からかな、そんな気がするな。さあ、お、あれあれ、俺サリナスって、あれサリナスって2種類いたっけ。あ、中学、あ、俺が持ってんのってユースなんだっけ。そういうことか。ディグニティダイビング。あ、そっか、俺中学生サリナスは持ってなかったか。あれだ、ユースのサリナスか、俺が持ってんの。へえ、まあ海外 15%、 さらにブラジル中学生の全能力 10%、 ブラジルの天才キーパー。なるほどね。ディフェンス海外選手ブロックアッププラス 30%。 あー、そんな感じだったっけ。へえ、すごいピエナポ率。ピエナポいすぎでしょ。はい、連続ドライブ来てますが、ここはどうでしょう。いけ。さあ、ジュニアユース以上オールスター。ここはさすがに来てないかな。いや、でもまさか連続ドライブが来ると思わなかったからね、この30連で。なかなかいいんじゃないか。さあ、ラスト確定枠でたけしか。ジュニアユースのこのたけしくんはパスカットか。パスカットですね、先読みジャンピングカット。はい、という感じでしたね。いや、まさかここに来てニューのキャラが増えるとはみたいな感じでしたが、へー、止めるぞ。なるほどね。黄金の右腕でどんなシュートも止めてやる。はい、というわけで、まあ、今回はねこれで終わりにしようと思います。まあ、サービス終了までね2ヶ月一応まだあるし、ガチャとかもねこの後ちょっと見て引いたりねしてみようかなとも思うので、まあ、最後までねよろしくお願いします。よろしくお願いしますということでね、今回はこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょ。